ません。それではこの表題の論文を紹介したいと思います。まず概要です。この論文ではその文法誤り訂正とそのかかり受け解析を同時に行う手法を提案しています。ここではその既存のかかり受け解析機に加えて新たに置換挿入削除といった操作を追加することによって文法誤り訂正を行いながらかかり受け解析を同時に行います。で、まあ、実験を行ってその、まあ、2つ実験を行ってかかり受け解析の性能評価と文法性の向上を評価した結果、まあ、非文法テキストに対して頑健なかかり受け解析を行うことができました。背景です。非文法テキストに対して頑健なかかり受け解析を行いたいというのがモチベーションです。で、まあ、非文法テキストで、まあ、例えばこのような文があります。 I looking forward here from you、まあ、これはその誤りが含まれていて、これをこう正しくかかり受け解析を行いたいというふうに考えると、まずはその誤りを訂正するということになります。でこれがその訂正した文で、まあ、in を削除したり、まあ、to を挿入したり、here をヒアリングに置換するっていうふうな操作がよく、まあ、人間がよく考えられる操作になります。でこれまではその、まあ、このような非文法テキストをかかり受け解析したいというふうに思ったら、まずは、まあ、誤りを訂正した後にかかり受け解析を行っていました。ですがこの手法、提案手法では、誤り訂正を行いながらかかり受け解析を行うというふうな手法を提案しています。でこの論文でその取り上げている既存のかかり受け解析っていうのがノンディレクションイージーファーストパージングっていうものです。これをちょっと、まあ、説明すると、まあ、このパージングは2つの操作を繰り返し行うことでかかり受け解析の関係を作っていきます。で2つの操作っていうのがアタッチライトとアタッチレフトです。1番の例で説明すると、まあ、トークンが今、6個あって、でそのそれぞれのトークンに対して、その隣同士の、まあ、右と左のトークンに対して、かかり受け関係を行う、そのエッジっていうのを、まあ、生やします。で、まあ、その1つのトークンに対して、右と左のにかかるエッジっていうのをまあ、全てのトークンに対してそのエッジを作る。でそのエッジ そのかかりやすさっていう、まあ、スコアを、まあ、計算してあげます。で、まあ、全てのエッジに対して、まあ、そのスコアが計算されて、その中で一番高いスコアをまず最初にそのかかり受け関係を完成させます。ここではこの中でブラウンフォックスっていうのが一番スコアが高いので、まずその2つのかかり受け関係を完成させます。でこの時そのブラウンからフォックスにかかって右の方向にかかっているのでアタッチライトと呼びます。で、まあ、完成させた結果が、まあ、フォックスが親になってブラウンがこの関係になって、このような操作を、一つのそのかかり受けの木が完成するまで繰り返します。で、まあ、この下側はその 右のトークンから左のトークンにかかっているのでアタッチライトと呼びます。はい。で、まあ、この論文ではその先ほど紹介した EF パージングというものに新たに置換挿入削除といった操作を追加しています。で、まあ、各トークンはまあ、左右のトークにかかるエッジに加えてこう自分自身にかかるエッジを持ちます。これが置換挿入削除の操作
になります。で、スコアを計算するときにアタッチライトとアタッチレフトのスコアに加えて主観挿入削除の3つのスコアも計算してスコアを出して一番スコアの高いものから順番に操作を繰り返していきます。例えば最初アタッチライトアタッチレフトをした後に、ヒアっていうトークンに対して置換操作のスコアが一番高かったとすると、このヒアをヒアリングに置換する操作を行います。で次にインに対して削除の操作のスコアが一番高くなると、それが次に削除されて、次にヒアリングに対して、挿入の操作が一番高くなると、このトゥが挿入されます。でこのような5つの操作を選択するということを繰り返して1つの構文儀を完了するまで繰り返します。このようにその新たな操作を加えてその一つの構文儀ができるまで繰り返すんですけど、こうするとその操作の無限ループに陥ってしまって、構文儀が完成しないというふうな現象が起こってしまいます。例えばその置換した後にまた置換して、でその置換がずっと繰り返して完了しないとか、あと削除挿入削除挿入を繰り返して終わらないっていうふうな現象が起こります。この対策として以下の制約を追加しました。置換されたトークンも再び置換されることはないのと、文中のトークン数以上に置換挿入削除の操作を行うことができないという操作を追加して対策を行いました。はい、で仮置き解析器の学習です。各トークンが先ほど紹介した5つの操作のどの操作を次に行うべきかというものを学習させます。その学習の方法としてこの論文ではパーセプトロンアルゴリズムを用いたタギングモデルというのを採用しています。これはただその5つの操作のどれを行うかを分類するっていうものですね。でその学習するときに、全ての操作に対してその重みを計算するんですけど、その中でどれがその正しい操作であるかっていうのを、以下の有効性を調べてそれに当てはまるものをの操作を重みを増やすっていうふうなことをしています。でアタッチライトとアタッチレストは仮置き関係がその正解データに含まれているか、あと、これからその子濃度になる濃度のさらにその子濃度がすで、にその取り得る全ての子濃度を持っているかというのを確かめます。で置換挿入削除は、正解データと比べて操作後の編集距離が操作前の編集距離より小さくなるかというのを確かめて、これを満たせば操作の重みが増えることになります。はい、あとその置換挿入の、方法セットの話です。で置換を行ったらその何に置換するかで、挿入を行ったら何を挿入するかを、決める必要があります。その時にその、全部の英語の単語を候補に加えたらちょっと計算が大変なので、ここでは、同じ品詞もしくは、定義されたリストの中から、候補を選択するっていうことをします。でこの論文ではその3つの品詞種類の、パターンを定義しています。冠詞前置詞助動詞の活用ですね。でこのファイは削除を意味しています。
で、まあ、置換挿入の操作が決定されたら、この候補の中を探索して、まあ、それを選択した時にそれぞれの N グラム言語モデルのスコアを計算してあげて、最もスコアの高い候補を選択するっていうふうな方法をとっています。はい、実験です。と、まあ、2つあるんですけど、1つ目はかかりゆき解析の性能評価です。これはその正しい文とその正しい、まあ、人手でアノテートされた可流域解析の情報がある、まあ、コーパスを使って、その中にその文法誤りっていうのを、人工的に注入させていった時に、まあ、正しく可流域解析ができるかどうかを確認します。で、使ったそのツリーバンクがこちらで、まあ、この PTB の中から、訓練データとテストデータを使いました。で、人為的に挿入する誤りタイプなんですけど、ここではこの5種類の誤りタイプを注入します。冠詞、前置詞、名詞の単数形か複数形か、動詞の時制と対、主語と動詞の位置です。で、このツリーバンク PTB に対して、5%、10%、15%、20% の割合で、その統計的にこちらの誤りを注入していきます。で、その時にその、まあ、既存の、まあ、手法があって、まあ、この手法を使って誤りをこう人為的に注入することを行いました。結果です。まずそのベースラインっていうのが、既存 の、 その文法誤り訂正を行った後に EF パージングを行うっていう結果です。で、 E5、E10、E15、E20 っていうのが、訓練データの中にどれくらい誤りを注入するかの割合で、まあ、E5 が 5%、E10 が 10%、15%、20% を含めたモデルを意味しています。で、行の0、50、15、20はテストデータの中にどれぐらい誤りを含めるかの割合を示しています。はい。で、一番上から見るとその0% テストデータの中に誤りが存在しないテストデータに対してはベースラインの手法が一番高くなっていて、訓練データに誤りを多く入れるほど精度が落ちていることが分かります。ただそのテストデータの誤り率を増やしていくことにこの関係がこう逆転していって、15%、20%の時は 20% で訓練したモデルが一番高い可流域解析の結果を示しました。で、一番下のこのナブラっていうのは、まあ、この式で表されていて、その誤り率の変化に対してその可流域性能がどれくらい変化するかっていうのを示したもので、この 20% の訓練データで行ったモデルが一番その誤り率の変化に対して解析性能の変化が小さいので、まあ、この結果から、その誤りの含んだテキストに対しても、まあ、頑健な可流域解析を行っているだろうというふうな主張をしていました。2つ目の実験です。文法性の向上の評価をしました。で、先ほどはその正しい文に対して二次的に誤りを含めたんですが、今回はその誤った文、実際にその文法誤りを含めたテストデータに対して実験を行って文法性が向上しているかどうかを確かめます。テストデータはこのBank of Learner English の5124文
にを使いました。でこれはその、学習者の書いたテキストに対して、人手でその正しい係り置き解析の情報と品質情報を付与したものです。でこれをテストデータに使います。で訓練データはアノテーテッドギガワードという、先行のものを使いました。でその文法性の評価は、1から4のスコアで評価する、機械的に評価してくれる手法が提案されているので、こちらを参考にして評価を行いました。結果です。これはその先ほどと同じように、5%、10%、15%、20% で誤り率を変化させた時の、こちらがその、既存の手法を使った文法性の評価になります。でエディットディスタンスは編集した 文章の数です。はい。で